ファーザーマ宗教は、アイルランドのダブリンのマーチャント岸壁とチャーチ通りを結ぶ道路橋。1816年開通。19世紀に W.H. バートレットによる方向ーーツとウィットワース橋橋の場所は、古代の網きの渡せの近くにあると考えられており、リフィ川の元々の横断地点であり、アイルランド語のダブリンの地名の由来となっている。最初の年期の変わり目に、 ダブリンで最初に記録されたリフィーバ橋がこの場所に建設された。ダブホール橋として知られているが、基本的な木造建築物は数世紀にわたって維持管理され、再建された。橋の再建には13世紀初頭に建設されたノルマン式の橋も含まれている。しかし、この橋は14世紀後半に崩壊し、1428年に オストマンタウン修道会のドミニコ会が同じ場所にダブリンで最初の石積みの橋を建設した。ダブリン橋、オールド橋、または単に橋として知られている。この4つのアーチ構造物は両端に塔があり、その上に店、住宅、宿、礼拝堂が建てられた。1312年に1302年から1303年までダブリン市長を務めた。 ジェフリー・デモートーンは、橋の上に無許可で家を建てたとして叱責された。塔の建設を始めたが、完成させたのは、後に、橋の上に、聖マリア礼拝堂を建設した義理の息子、ジョン・デ・グラウンシートだった。390年の寿命のほとんどの間、橋は川を渡るすべての歩行者、家畜、馬車の交通を運んだ。19世紀の初め、 ダブリン橋は三つの景観の楕円アーチ型形の石橋に置き換えられた。ジョージ・ノールズが設計したこの橋は1818 18年にウィットワース橋として開通し、当時アイルランド総督だったチャールズ・ウィットワースにちなんで名付けられた。他の多くのダブリンの橋と同様に1920年代にアイルランド自由国が樹立された後、ダブリン橋として名前が変更された。 後年、禁止運動家にちなんで、橋に名前を付けることに伴い、この橋は1938年に、ティッペラリー・ケンゴールデン近くのトマスタウンで生まれた、セオバルト・マシュー・神父にちなんで再び名前が付けられた。ドローク・ヘッド・アン・アター・メイシュファーザー・マシュー・ブリッジ、ローガンム、i.e. データベース・オブ・プラス・ネイムス・コミッション、2016年12月5日、閲覧。 プロジェクトヒストリーオブダブリン、エスリバーリフィブリッジズ。ブリッジエンジニアリング百五十六異種 B E 四、H T T P コロンスラッシュスラッシュ W W W。ドット B E R T H A M I L T O N。ドットコムスラッシュ一三三二九。ドット B D。A B。ファーザー。マシューブリッジエントリー。アーキテクチャーオブダブリンシティ。アーチーシック。二千二十年八月十日閲覧。 ファーザーマシューブリッジストラクチャーハットファーザーマシューブリッジタイムラインブリージズオブダブリンダブリンシティカウンシル2016年12月5日閲覧ありがとうございます